タイカップは1900年から1919 19年まで行われていたサッカーの国際カップ戦である。コパ・コンペテンシア・チェバリエール・ボーテルとも呼ばれ、世界最古の国際サッカー大会の一つに数えられている。アルゼンチンのブエノスアイレスとロサリオ、ウルグアイのサッカー協会所属のクラブが参加した。1900年の第1回大会では、アルゼンチンアソシエーションフットボールリーグのフランシス、 ヘプブルンチェバリエール・ボーテル会長がトロフィーを授与し、1919年まで毎年開催された。1900年から1906年までは3つのサッカー協会から4クラブが出場。アルゼンチンサッカー協会から2クラブ、ロサリオサッカー協会から1クラブ、ウルグアイサッカー協会から1クラブが参加して、トーナメント戦が行われた。 1907年から1919 19年までは、アルゼンチンとウルグアイから1クラブずつが出場して1試合のみが行われた。アルゼンチンの場合は、コパでコンペテンシアジョッキークルブ、ウルグアイの場合はコパコンペテンシアの結果によって、出場クラブが決定された。試合は、ブエノスアイレスで開催された。ありがとうございます。